ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。マガジャネス、シュート、アンビリバゴール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。あっという間に先制点を奪いました。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。マガジャネス、5分経過、ジゴ、ダリオシルバ、レゲイ、主審ファールを取りました。ファルはイエローカード。熱くなるのはまずいですよ。レコ、彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。さあ、ここからどう攻める。カーポスト、ヘッドで、オフサイドフラッグが上がる。レム、主審笛を吹いた。ここは集中しなくてはなりません。ゴールマウスに嫌われた。気をつけなければいけません。中へ上げる、スバンコ、カリーン、ヘッドで、レゲイル、シュート、外してしまった。これは決めなければいけない。マガジャネス、シュート、トニー、シュート、ちゃんと狙って打ってほしい。出た、体を、決まった、ゴール、エクセレントゴール。着実に点を重ねます。もう一度見てみましょう。ダリオシルバ、動き出しが素早いです。これはピンチ、折り返した。
スジラード見れます。バンブルファーサイドに上げた、中に絞ってきた、ハイボールを競り合う、シュート、これはゴールキック。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦が始まります。モンテールスペースを使う、カルマン、主審ファールを取りました。チルド、後半10分経過、いけいけ、ドッリッドッド、ヘッドでパスを送る。グエスト、ヤンモン、パブロガルシア、シュート、スジラード・ニネメス、これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。カルマ、ヘッド、デボネル、シュート、モンテール、モヤフチク、マガジャネス、ここからループシュート、グエスコ、スローイン、ここで選手交代です。オフサイドはない、最後のところで崩せない、スローイン、バラホピッチ、ドリブル、シュート、レンボ、スジラード・ニネメス、バラホキッチ、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。接戦をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。